本当にこの国にはね、一言で言うと情熱がもうなくなってるという感じですよね。まあ君たちこのね、生放送を聞いててわかると思うけれども、桜井先生はね、常に情熱を燃やし尽くしてるわけですね。生放送だけじゃないですからね。実際に今までもね、20年間全国各地飛び回ってですね、で、必要があるんだったらですね、役所だろうがどこだろうが行ってですね、てめえこの野郎ってやってきてるわけですね。情熱がなきゃ絶対にできないんですよ。その情熱をね、燃やし尽くせと叫び続けてきたんだけれども、続けてきたんだけれどもね、やっぱり君たちに情熱がないんだよね。なんでだろう。まあこれもね、お話ししてるんだけれども、人間年取るとね、いろんな守るものができてしまう。まあ桜井の場合にはですね、守るものが何もないんでね、好き放題に暴れたって別に迷惑かけるわけでもないし、というですね。やっぱり年齢がその人のね、こう情熱を蝕んでいくんだろうな。そういうね、考えにたどり着くんですよ。仕事があるから。もうそういったものでがんじがらめになってて、で、外でやるってことができないんですよ。もちろん希望は持たなきゃいけませんから。希望はね、一人一人が持たなきゃいけないけれども、でもね、現実を見つめることを忘れてしまったら、それただの無双化になってしまうんでね。口先だけだったら何とでも言えますが、口先だけ今言った通りね、日本を守ろうって言うんだったらバカでも言えますが、じゃああんた日本を守るために何かやってるかと。外に出てね、面と向かって相手と戦ってみーやと、クソパイオクとね、本気で戦ってみーや。日本がですね、どん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 ダメになっていく中でね、我々だけでもね、ここに来てる人間だけでもですね、日本に対しての思いだけは捨てないようにしていただきたいと思います。その桜井の言ってることもですね、今になってですけどもね、まあよくね、こう生活保護の問題で、桜井がね、以前やったその大阪市役所にね、怒鳴り込んでったですね、まあその動画なんかも流れてて、まああれ十何年前の話ですかね、その動画がですね、こういろんな人が見てもう素晴らしいとか言って書いてるんですけどもね、もう遅えよっていうですね。これ平松の時代ですよ。まだね、橋下市長でもないんですよ。橋下でもなくて、平松の時ですからね。大阪市役所ですから、行ったのは。橋下のさらに前の話ですからね。少しでもね、気がついてくれるんだったらね、簡単に生活保護を渡してる今のね、例えば自分の住んでる地元のね、役所に怒鳴り込む。そういう人間が一人二人出てくるかもしれないしね。その厚生労働省自身がね、生活保護目的にやってきたと思われるものを外国人に対してね、生活保護を与えることはできないと、その通達が出たからあなたたち留保したはずですよ。あそれなたはたそちうのです判断、その通達をね、適用する、応用していくの、それはあなたたちの仕事だ。そうそですれは間違ってたってことなんですよ。ね。いまや、ず最初のこの第1点としてね、いいですか。第2点目、あなたたちね、先ほどあなたのちょっとお名前はわからないけれども、あなたね、入国管理局に問い合わせをした、文書で問い合わせをした、今何ヶ月目ですか。何ヶ月目ですか、答えてください。3ヶ月目です。3ヶ月間あなた放置するんですか、この問題。先ほどの規定では14日でしたよね。そうですね。それまでに答えが来なければね、当然のことなら入国管理局にね、なぜ触れないんだと、情報を。当然ね、身元引受人がいるから日本に入ってこれる。これはもう絶対ですから、絶対条件です。なぜね、3ヶ月間放置してるんです。この問題がですね、取り上げられて、ニュース記事で、身元引受人の話が出てる。身元引受人の名前も出てる。入国管理局に問い合わせなきゃわからないわけじゃない。ニュース記事の方にもう先に出てるわけですよ。あなたこれどうする気ですか。調査不足でしょ、これ。あなた厳正に調査するって言ったんですよ、そ先ほど。うですね。全然やってないじゃないですか。新聞記者の方がよっぽどね、役に立ちますよ、これだったら。そしてもう一つ、その身元引受人がね、どれほどの資産かは分かりませんけれども、常識的に考えて48人もの人間、面倒見切れると思うんですか、本当に。あなたたち常識外れですよ、これ。頭おかしいんですか、一般常識として。じゃああなたね、岸さん、48人面倒見れますか。私が見れるかどうかというのと、その人が見れるかどうかというのは別の問題ではない。いや、ここにいる人誰でもいい。ここにいる人誰でもいい。48人のね、いや、自分にはそれだけの資産がある。48人の面倒が見れるという人、手を挙げなさい。誰もいない。当たり前でしょう、こんなもの。あなたたちのやってること、非常識なんですよ、これ。そう。身元引受人だって一人しかいなかったんですよ、今回。もうこれ、報道に出てる。ご要望をお受けするということの立場ですので。ご要望っていうのはね、非常識な対応はやめなさいってことなんですよ。それはご要望として承り。ただね、それはご要望として承るじゃない。反省しなさい、少しは。これね、あなたたちのお金じゃない。我々国民のお金だ。一体ね、あなたたち何の権利があってこんなにね、外国人にバカバカね、生活保護渡しますか。去年1年間、平成21年度1年間でね、日本国民が生活保護もらえないって言って1万人首吊ってる。そしてその一方で、この大阪市ではね、1万人の外国人に生活保護渡してる。一般常識としてお尋ねします。国民としてこれ看過できますか。それに関してお答えする義務は僕はないと思います。